ヤクルトの7連敗があまり話題にならない理由。何？これマジ？今そんななってんのかよ。連敗は日常だから、連覇した去年すら同じく7連敗しとるし。ヤクルトファンは7連敗程度じゃノーダメやからな。14連敗くらいした時はさすがにみんな死にそうな目になってたけど。何わろ。王者の余裕だな。数年前26連敗やったばったかりやし。まだ順位にあまり興味ないからじゃない？正直まだ7連敗感あるわ。チームじゃなくて村上の話題になってるからな。村上の不振は話題になってるからそういうことよ。2連覇してるからなぁ、反動来たんだなってぐらいにしか思わない。10連敗って普通の球団なら10年に1回あるかないかなのに、ヤクルトは4年に1回くらいやってるよな。9連敗して優勝した時があるからなぁ。さだまさしが応援の曲作り出したら本番よ。打率見てたらここまで勝ってたのが不思議なくらいやし。まだ4月でうだうだ言ってても仕方ない。だって最下位ちゃうやん。